はい、皆さんこんにちは。武庫川女子大学の林です。今日は時間をかけずに愛情栄養たっぷりご飯のコツということでお話を進めていきたいと思います。皆さん育児をしながら毎日の食事を準備するのは大変だと思います。洗濯掃除料理に育児、毎日毎日、お家の仕事は終わりがありません。両立はとても大変です。で、時間があれば手の込んだ料理を作るのもいいですが、時間をかけずに家族が喜んでくれる栄養バランスが整った食事が準備できるといいですね。ということで、お話を進めていきたいと思います。今日は2つの内容、1つ目はバランスを意識した中食外食について、2つ目は時短料理のコツということでお話を進めていきます。まず中食外食の利用についてです。皆さんは中食という言葉ご存知でしょうか。スーパーやコンビニで惣菜弁当などを買って帰ったり、ピザやお寿司などのデリバリーですね、こういったものを利用することもあるんではないでしょうか。こういう食事の取り方を、中食というふうに言います。で、内食というのは家で素材から調理したものを食べるということ、そして外食というのは、これは多分皆さんよく日常会話でお使いだと思います。お店に行って食事をするということですね。ですので中食というのはこの中間にあたるというような意味があります。はい。で、中食や外食は調理の手間が省けるということでは非常に強い味方になります。で、その中食をですね、上手に取り入れる方法、あるいは外食でバランスの取れた食事にするためのコツ、こういったものを今日はご紹介していきたいと思います。まず中食利用のコツになります。で、中食というのはスーパーでお惣菜を買ってきて、お家で食べるということを想像してもらったら、分かりやすいかなと思うんですけれども、スーパーで売られているお惣菜を買ってきて、そのまま、バッグから、お家の食器に移して、温めて食べる。もちろんそれはそれでも結構なんですけれども、あえ衣を使って一手間こう加えることによって、いろんな意味で、栄養のバランスが良くなったり、あるいは塩分を少し、少なくすることもできると、いうことになります。で、あと和え物も使えますので、お惣菜にプラスされるわけですから、かさ増しということにもつながっていきます。で、まずですね、豆腐を使ったり、皆さんどうですかね、白和えっていうやつね、白くね、なりますよね、豆腐使うとね。それとか、ヨーグルトをこう、皆さん、これは割と小さいお子さん向けでね、やってるお家もあるんじゃないでしょうかね。で、あと、山芋すりおろし、だとか、大根おろしですね、それとか、卵とか、野菜のミックス、こういったものと、炒めて使ってね、簡単に合わせ方によってはうまく単品料理になったり、あるいはお惣菜と組み合わせて、ちょっとスーパーで買ってきてそのままチンというやつよりも少し変わった雰囲気が出せたりしますね。はい。で、あとはですね、お子さんによってやはりね、成長、いろんな成長がありますので、お子さんに応じて食べやすく、切り方を工夫するということも、大切になってくるかと思います。それから続いて外食のメニュー選びということなんですけれども、外食はどうしても自分の好きなものを頼むメニューですね。それはもちろんいいんですけれども、例えばですね、定食だったらいいんですけれども、麺類だとか丼物のようなものになると、どうしてもですね、栄養のバランスが偏ってしまいますね。ですから、そういうものをやめて定食を食べなさいということではなくてね、好きなメニューを頼んで、何かちょっと足りないな、例えば野菜が足りないなということになったら、野菜スープを頼むとかですね、サラダをこう
付き合わせで頼むとかね、まあ、こういった工夫ですよね、をすると。ね、でそれから大人のメニューを取り分けるっていうことなんですけれども、お子様ね、お子様ランチとか好きですよね。でもちろんこれはこれでいいんですよ、いいんですけれども、もしね外食が多いようなお家でしたらね、ちょっと毎回毎回こうお子様ランチにすると、どうしてもね脂質とか炭水化物にこう偏りがちになってきますのでね、外食が多いという場合には、例えば大人向けの定食ですね、こういったものをお家の人とね、こう分け合って食べると、いうのがいいかもしれません。もちろん大人用ですので味付けも濃くなってますので、その時にはできるだけ、薄味になるように、特に後からかけるお醤油だとかね、そういったものはできるだけ少なくしてということですね。で、もちろんあれですよね、お誕生日だとかね、何かね、いいことがあったとか、そういった時には、お子様ランチもね、とても素敵なランチになると思います。はい、でその次、2つ目として時短調理のコツということですね。はい、で調理で特に時間がかかると言われているのが、実はこの2つなんですね。食材の下処理、それから加熱時間。この加熱時間に関して、今回はお話したいと思うんですけれども、電子レンジの利用ですね、これはもうどのご家庭でもよく使われていると思いますし、もう皆さん経験豊富だと思います。で、同時にですね、コンロだとか、最近は IH のものもあったりしてですね、いわゆるガスの火が燃えてるっていうのとね、いろんな形態があると思うんですけれども、そういった複数の熱源がありますよね。で、それを上手に組み合わせて、ね、同時に加熱をすることによって、時短につながっていくということですね。で、バランスの良い食事っていうのは、実は品数が多くなるので、実はですね、なかなかこう、ね、加熱の器具がなくて、それでこう待ち時間ができてしまうとかね、そういったこともよく起こります、ね。ですので、電子レンジを上手に使っていこうということですね。で、電子レンジ調理の利点っていうのは、これはもう皆さんよく、ね、お話聞いてると思うので、もうね、今画面に映ってるのは今更私が、ね、言わなくても皆さんよくご存知だと思います。で、あとですね、電子レンジの特性っていうことなんですけれども、これはちょっとね、知っておかれたらいいかなと思うんですね。水分が少ないものは内側から急速に温まります。で、そして水分が多いものは外側からゆっくり温まってきます。この特性があるので、実は副菜の調理に適しているというのが電子レンジの調理特性。ですので、ね、これはまた調理実習動画でもご紹介させていただきますけれども、今、スライドで映ってる通り、ね、ご飯、ね、主食、これは炊飯ジャー それから主菜についてはそのコンロとかね、汁物もコンロ、ね、それで、副菜の方をですね、こう電子レンジで調理にすると、こうね、同時に加熱調理ができて、ね、いいかもしれません。ね、ということでね、お子さんのこうね、何かもう一品、ね、特にこう野菜食べさせたいですよね、そういった時にはいいんじゃないかなと、ね、電子レンジを上手に活用して、副菜をこうね、作っていくというのがいいんじゃないかと思います。はい、そして、今日の、ね、まとめになります。いかがでしたですかね。どうしてもね、コロナ禍ということで、ね、外食もそうそうたくさん、ね、行くのもちょっと心配なところがありますよね。けれどもね、やはり外食もやっぱり楽しみの一つですのでね、安全に気をつけていただいて、ね、上手に、ね、利用されれば、ね、本当にいいと思います。ね、で、そしてね、中食、
ね、それから、ね、もう上手にこう活用することによって、また、ね、お忙しい中でも、ね、栄養のバランスが取れてきたりします。ね、で、うち食で、ね、素材から作りたいという時なんかですと、電子レンジを活用して、ね、こう副菜を時短で調理する。ね、でその副菜っていうのは、先ほどの特性から言うと、やっぱりこう野菜がね、増えることになるので、ね、いいかなと、ね、いうふうに、思います。はい、ということで、今日はですね、たっぷりね、こう、ね、愛情を込めた、ね、でも、ね、こう家事もあるので、時間も考えたというようなコツについて、お話をさせていただきました。はい、これで今日のお話を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。